はい、皆さんこんにちは。新しく作った、ページでございます。 こちらではね、もう PC のみに特化したことを言っておこうと思って、作ったページでございます。でね、その第一弾としては、まあいろいろ自分の中で言ってきたんですけども、まあね、自分マザーがね壊れるうんぬんということがありますんで、皆さんに、まあこれは ATX なんですけど、セーバートゥースですね。これが国防軍事省の、ね、プリをした部品を使用しているという耐久性マザーなので、まあ、自分もねいずれはねこちらのマザーに、ちょっとね移行していこうかなと思っております。はい。やはり前から知ってたんですけどね、やはりね、耐久度がいいということは、ね、長持ちするということなので、セーバートゥースを、今月は無理なんで、まあ来月か再来月、セーバートゥース企画の Z78 ね、はい。企画で、構成をしてみたいと思います。メイン機でなくて、多分これメイン機でもいいんですけど、まあサブ機にとりあえず移行していこう。でもこのボードだとちょっとね、 ATX なんで、 ATX 規格なんで、でかいんですね。あのスペックが、寸法がどこに書いてあるんですかね。寸法は、35センチ、24センチ、4ミリということで、縦がでかいということで、こちらで使っている、ビットフェニックスの M には使わないということなので、結局またこの前買ったね、アンティークの P280 に多分装着して、サブ機として、使いたいと思います。ということです。はい。ではでは。